はい、始まりました。J-LON J2 チャンネル。今回は J2 バンキシャが選ぶ、今季注目の監督選手になります。よろしくお願いします。よろしくお大願い丈夫？します。聞こえる？はよろしくお願いします。い、よろしくお願いします。で、今回出演者、3人で、これ前と一緒だからね。ちょっと、飽きたわっていう人もいるかもしれないですけど、よろしくお願いします。で、順番に、最初に監督で、選手で、自分たちの担当クラブのこと、言いたいことあると思うんで、おのおの言っていただき。で、最後にこの前と同じように質問タイムを設けますけど、途中でもコメントをバンバン入れてもらえれば、鈴木さんとか郡司さんがこう拾って、こんなん来てますよって出してくれるんで、どんどん送ってください。じゃあ一応自己紹介する？ね。知らない。初めて見るよって人もいるかもしれないからさ。一応じゃあ去年の J2 の順位上から、10位の栃木屋敷。はい、鈴木さんからお願いします。上ですからね、この3人の中でね。そうなんだよね、ちょっとね。栃木市ずっと取材してるライターの鈴木康弘といいます。今年で17年目になります。で、なんだ、プライベートのことなんかっていう、あれがあったんで、コロナの中で最近、ルームランナーをちょっと買ったんですよ。運動不足解消のために。安いやつですけどね。で、外行って走るだけだと時間つく、あの、それだけに費やしちゃうじゃないですか。それではもったいないから、ルームランナーをしながら、ダゾーンとか見て、そうすると2つのこと一緒にできるからすごいお得だなと思って。45分ぐらいね、前半見て、で、それ1時間ぐらい走れるじゃないですか。走るっていうか、ウォーキングなんですけど。だけど、実際やってみたら、だいたい30分ぐらい過ぎると、もうね、息切れしてきてね、試合映像の全然頭入んないっていうことが分かったっていうのが、最近の 出来事です。どうぞ。視聴者の皆さん、鈴木さん、やっぱルームランナー、金あるね。鈴木金あさるん、でこすか？れ、だんだん映ってるうちに、後ろのこの特製の本棚にだんだん本がしまわれてきた、前よりもしまわれてきたなと思ってる人、気づいてる人いるかもしれないけど、鈴木さん、すごいよ。我々フリーランスの世界で、ちゃんとお家を建てるって、奥さんと働きながら、ちゃんとお家を建てるってのはね、本当すごいっすよ。もうよくそ安んいな安金い。が。そんな、とんでもございません。いや、本当尊敬します。俺とかも競馬とかパチンコやんなければ、家の一軒ぐらい建ってたかもしれないですけどね。いいです。次どうぞ。はい。じゃあ、海江田です。スタンドバイグリーンの海江田です。今日の意気込み、最近ね、最近プライベート、今日のランチは、地元立川のベルサリーチェさん。洋食屋さんで食べました。立川、今飲食店いろいろ大変ですけど、これベルサリーチェさんってベルディ応援してるお店だからね。ぜひ立川に行く際は。で、もう一軒お店あって、ストラスさんっていう、これ、ちょっと夜とかのカフェバーなんですけど、ここも料理美味しい。こっちは時短営業とかでも夕方の時間とあとテイクアウトとかよくやってるね。サッカーファンさ、こういろいろベルディとかこうチームとか分かれてても、ほら、広い意味で J2 って連帯感があるっていうところがいいとこですから、ぜひ立川にお寄りの際は、ベルサリーチェさん、ストラスさんって。ちょっと探して行ってみてください。もうグルナビとかでね、あ、グルナビ？グルナビ？あ、食べログとかですぐ出てくると思う。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、郡司さん、どうぞ。FC 町田デリビアの情報をお届けしているデリビアタイムズ編集長の郡司聡と申します。最近の推しの女優はですね、この 変わってんだよ、何してんだ。浜辺美波さんで違うんだよ。路線が違うんだよ。誰？す。浜辺美波さんです。この今、知ってる推よ。しの女優です。みんな知っ確てるよ。みんな可愛いと思ってる。本日はよろしくお願いします。わざわざ。プライベートで気になってること、ちょっと仕事と絡んじゃうんですけど、招待制の SNS のクラブハウスというものを今流行ってまして、知ってるよ、これ、知ってる。これをいかに活用するかって、ちょっと最近頭悩ませております。それは、軍司確かさん、に。婚活ですかね？婚活という意味で？そういうんじゃないですよ。仕そう事いうんじゃのない。話なんですけど、そっちの話じゃないですね。確かに、マッチングアプリで、失敗した例みたいのをなんか話す、昨日、そういう、ルーム、部屋もあったんですけど、ちょっと覗きに行っちゃって、サッカー選手の話題とかもちょっとなってて、あれあれって感じだったんですけど、これ以上やめましょう。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。クラブハウスね。俺も知ってるけど、俺 iPhone じゃないしな。あ、そうなんですね。iPhone ユーザーじゃないとね、できないですもんね。そうそう、Android ダメなんでしょ。はい。じゃあ次回そのクラブハウスなんか面白い話、ちょっと一つぐらい土産話、次回あったらね。わかりました。はい。リサーチしておきます。体張ってリサーチします。はい、お願いします。で、一応今回の、監督と選手、一応ルールみたいなの決まってるらしくて、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていうふうに言われて、監督はおのおの1名で、選手は3名。で、担当クラブ、自分とこのクラブからは1名のみっていう、一応ルールでやってみます。うん、で、みんなフリップ用意した？はい。はい。あ、よした。じゃあ、一斉のせいでまず出しますか。監督ですね。うん、そうそう、打ち合わせしてないからね、これね。あ、これありがとう。あ、注目の J2 監督。これ俺がやんなきゃいけなかったんだ。で、いきますよ。はい。いきますよ。はい。せーの。はい。はい。あ、ばらけた？あ、ばらけたね。あれ、鈴木さん。鈴木さんと、あと松本の柴田さん。ごめんね、ちょっとずるいよね、これね。どっちかにしようか迷った。吉田健さんで有馬健二さん、岡山の監督です。はいはいはい。じゃあ北から順に行きますか。あれ、鈴木さん、渡辺さんじゃないですね。え、山口の渡辺さんで来るかなと思ったんですけど、本の宣伝もかな。あ、山口の渡辺さんにしようかなと思ったんですけど、この間のライブでちょっと話したからやめたの。やっぱ考えたんだ。俺この間も話したなと思った。あ、そうか。まあ、この間話したのもあったし、この吉田さんも、注目してるので、あげたと。これ、はい、僕が説明しちゃっていいんでしたっけ、これ。あ、お願いします。まあ、吉田さんは、まあ、今年 J3 から上がってくる秋田ですけど、栃木が、やっぱ J3 落ちた時の2年間落ちたんですけど、はい、2017年の最後、優勝争い、沼津とやったんですけど、その時の沼津の監督が吉田さんで、で、栃木、その時、まあ、沼津は勝てば優勝。で、栃木は引き分け以上で昇格。はい。っていうような、もうギリギリの。で、裏の会場で秋田が、それ3位で、秋田が勝つと秋田逆転優勝みたいな感じの状況だったんですけど、まあ、栃木はその試合で引き分けて、で、昇格決まって、沼津が3位になったのかな。で、栃木が昇格が決まってみんな喜んでる中で、沼津はホーム最終戦だったから、最終戦セレモニーがあるんですけど、そこで、吉田さんが沼津の監督として、その時 J2 ライセンスないから、もうその挨拶のところで、栃木市のサポーターの皆さん、僕の気持ちを聞いてくださいって言い出して、で、沼津は今ライセンスがありませんと。ただ、それでも僕らはピッチに立ったら 100% でプレーするっつって、ものすごい熱い挨拶したんですよ。で、栃木のサポーターもみんなそこでもう大拍手というか、わーって言って、で、僕らは必ず、いつか J2 に必ず昇格しますって言ってそこで言って。かっこいい。もうそのスタジアム中、なんかもうその吉田さんのセレモニーに聞き入っちゃって、で、ただ、まあ、沼津がどうしてもライセンスの関係とかがあって、で、今年、吉田さんは秋田に行って、で、1年間で、まあ、本当にこう、走るスタイル、まあ、いわゆるストーミングっていう方向性だと思うんですけど、それをやりきって、で、優勝して、圧倒的な、あれで優勝して、昇格を決めたと。この人の本当ね、J3 時代に、ダゾーンとかでちょっと監督だけのこう切り取ったインタビューとかってあったんですけど、言葉のね、その力がすごい、もうモチベーターでもあるし、選手たちの気持ちをこう揺り動かす力がすごいなってちょっと思ってて、当時から、で、それの最終ラストフィナーレが、その栃木と沼津の最終決戦の時の最後のホーム最終戦のセレモニーの挨拶で、まざまざとその僕らを聞かされたというか。で、こういう力のある挨拶ができる監督が、普段選手たちはそういう監督の言葉を聞いてるわけじゃないですか。その気持ちの持っていき方というか、まあ、多分そこが、他にも
いろんな能力がある方だと思うんですけど、一つのポイントとしてそこがすごいと思って、で、うんうん、今年の秋田の選手はおそらくそういう雰囲気の中に入り込めたんじゃないかなって、ちょっと予想はしてるんですよね。あの、実際聞いたわけじゃないか分かんないけど、なんとなく想像できる、そのチームの持ってた雰囲気が。なるほどね、でそれがそのまま J2 に今年乗り込んでくるというところの、まあなんかこう楽しみでもあり、こう対戦相手としては、いや、ちょっとこれすげえなっていうようなところをちょっと思ってるってことですね。なるほど。うん、俺のさ、吉田さんについて知ってることじゃちょっと話そうか。はいはい。俺昔っていうか、まあ、毎年トライアウト行くんですよ、取材に。はい、で、その時に沼津で吉田さん、監督で来てて、もともと読売の人だから、なんか知らんけど、いつの間にかこう、あ、今年もよろしくお願いしますみたいな感じで話すようになったのね。してさ、大体、監督さんは監督さんで、スタンドの上に上がって試合を見たり、そういう専用の部屋があんの。飲食できるとか、打ち合わせできる。でも、なんか知らんけど、吉田さんは記者控室にいるのよ、いつも。俺なんか、なんでここいるんすかみたいなこと聞いたことあるんだけど、いや、なんかちょっと向こう居づらくて、みたいなこと言うの。あれ変わってんのこの人と思ってさ。いや、要は、なんかこう、サッカーのこう、サークルの中に、ほら、そんなに押し出しが強い感じの人じゃないの。多分、権力とパワーゲームとかそういう中でこう、勝ち抜いてきた人じゃないから、地道にこう、仕事をやってきて、今の地位まで来た人だと思うから。はいはい。ずっと記者控室にいて、なんかこう、選手のリスト見ながらこう、チェックしてて、あ、なんかこう、あ、ちょっと変わってんな、みたいなのが、やたら今、鈴木さんの話聞いて思い出されますね。なんかすごい、でも話し方とかソフトな人だよ、普段は。あ、はいはいはい。だけど、多分、選手のリスト は、ね、こう、ちょっと違う自分に、こう、カラーを出すというか、キャラクターを変えるみたいなのが多分あると思うんですけど。スイッチ入れるような感じがあるんじゃないかなと思ってね。うん、いや、非常に、だから、今年、だから、そういう映像ものがちょっとか、吉田さんのインタビューものとかをちょっとダゾーンとかで、まあ、試合ごとが見れるわけじゃないですか。はい、増えるわけじゃないですか。だから、そこをね、ちょっと注目してほしいですね。すごい、すごい熱いと思いますよ、本当に。あ、本当。栃木はもう2節で当たるんですけど、早速。ちょっとだからね、ちょっとうわ、これはちょっと、ほんとちゃんと準備しないと、食われるぞっていう感じはある。去年の北九州とか見ても、下からちゃんと結果出して勝って上がってきてるチームの強さってあるからね。強さ。北九州と同じように、秋田も圧倒的だったじゃないですか、J3 で。そうだね。J3 圧倒的に勝てるチームと、あと、主力はあんま抜けてないんで、うん、まあ、そこは大きいですよね。ここにコメントも来てますけど、はい、こう、主力で一人、ディエンダーの選手なんですけど、まあ、ぐらいが抜けたぐらいで、はいはい、あと J3 で力のある選手を集めたりとかしてるから、うん、まあ、うまくね、こう J2 にこうソフトランディングしそうなね、感じはあるんですよね。うん。だからさね。はい。楽しみですね、秋田ね。次、じゃあ、郡司さん行く？あ、僕ですか。郡司さんがもう一回、誰でしたっけ？岡山の有馬健二監督です。あ、ごめん、岡山か。はい。ファジアの岡山の正式名称、ちょっと、はい。まあいいや、こっちからで。はい。理由ですよね。はい。はい、俺、有馬さんはちょっとあんまりよく知らないな。相馬直樹前、町田の相馬直樹前監督と同じ匂いがする監督ですね、この方は。ああ。すごい会見とか聞いてても、球際だったり、戦う気持ちだったり、闘争心とか、そういう、あと切り替え、トランジションの部分をすごく大事にしている監督で、まあ、よくサッカーの本質の部分をすごく大事にしている監督だなっていうことと、そういうディテールをこうコツコツと積み上げていって、勝利の可能性を高めるチームを作るっていう意味でも、まあ、相馬さんと似てますし、442がベーシックの基本布陣を敷いているので、そのことも共通項ですし、さりげなくイケメンっていうことも相馬監督と似ているかなと思って、すごく、まあ、会見の内容だったりとかやってるサッカーを見る限りは、相馬さんと同じ匂いのする監督だなということで気になってます。あ、確かに。岡山ね。岡山はそうですね。はい、確かにそういう同スタイルです。まあ、栃木もちょっと似てるような感じはあるし、うん、去年ちょっとね、あんまうまくいかなかったですけどね、その辺が、もうちょっとうまくやろうとする要素を入れようとした感じは
ありましたけど。そうですね。確かにちょっと、まあ、ポゼッションというか、持って崩すみたいなところをちょっとなんかトライしてたって話もちらっと言ってましたし、まあね、あの、上条選手とか、はい、上条選手とか、パウリーヌとか、はいはい、あの辺のこう、要の選手も入ってて、で、まあ、ポープ・ウィリアム、うん、あの、昔ベルディにいた、ゴールキーパーも、去年はもう40、あの、出場停止以外の試合は全部、おそらく出てたと思うんですけど、そういうセンターラインも固まってたんで、まあ、イ・ヨンジェとかも残留しましたし、ね、してましたし、去年の感じですけど、してましたし、もうちょっとうまくいくのかなと思ったら、やっぱり、なんていうんですかね、その、プラスアルファの肉付けをしようとすると、ちょっとその、落とし穴にはまるっていう、うん、あるじゃないですか。うん、あの、例えば、や、あの、山が率いた時の反町さんとかは、うんこう毎年のようにこうポゼッションの要素を取り入れてこうちょっとチームをスケールアップさせるんだけど結局そこにトライしてうまくいかないから元のスタイルに戻って、うん、あの復調するみたいな方結構形あると思うんですけど、うん、まあちょっとその辺岡山は去年のトライがなかなかうまくいかなかった部分はあるかなっていう感じは見ててしました。ただその際の部分だったりとか切り替えの部分だったりとかタフに戦うとかそういうなんかもうクラブの伝統なのかなっていうまあそういうね、うん、あのチームカラーっていうのをこう反映できる、ピッチ上で反映できる監督さんを連れてくるっていう、もうそういう方針なのかなっていう気がしますけどね。まあ、前任の長澤哲さんもそうだと思うんですけど。はいはいはい。はい、色はね、わかりますね、はい、岡山が、うん。クラブとして据えたい監督のスタイルであり、カラーみたいな。はい。はい、岡山と栃木開幕戦なんですよ。お、あれ、あれ栃木のホームですね。あ栃木ホーム、まあ、でも岡山ってその昔からこうなんていうのかな木村さんとかが社長やってた頃からこう人間性とかなんかその辺で、うん、あのちょっと言い方おかしいけどちゃんとした人じゃないとその、うん、を集めるっていう、まあうん、あの岩政さんとかが呼んだ時とかも、はいはい、そう多分そのからはずっと続いて有馬さんとかも、まあ、なんかちゃんとした人なんでしょうねまあそうですね、ま、真面目な真摯な方というイメージですけどね。ボランチ入ったあのパウリーネも人格者ですか、うん、まあ、栃木にいたから分かるけど、はい、まあ、ブラジル人だけ相当な人格者ですよ。お母さんがね、うん、国語の先生やってるんですよね、パウリーネ。あ、そうなんだ。まあ、もう引退されちゃったかもしれないけど、まあ、すごいそういう家庭で生まれ育った、あの、うん、人格者って感じですよ。ポープ・ウィリアムはあんまりそっちの方面じゃあれだな。なんか昔さ、そのうちのほら、ユースの選手だから、なんかポープについてみんなこう言うんだけど、うん、あいつあの大人になったなっていう、こう昔、こうユースの試合かなんかで、こうキーグローさ、キーパーグローブをこうやって、こうはめ直してる間にパーンってシュート打たれて失点したことがあったらしいです。そんなのありえないわ、みたいなこと、みんなそれはもう断ることに言うんですけど、まあ大人になってるんでしょうね、ポープとかもね。そうやって試合出てくるっていうね。いやでもそれこそ僕があの昔エルゴラッソでヴェルディ担当させていただいた時2013年の時ですけど、あの時ポープ選手は確かキーパーで、まあ優也選手とか、佐藤優也選手とかと並んで競争してましたけど、まさかこう、今は大分ですかね、あの今年は大分の方にあの行きましたけど、あれだけこう J2 とかでもコンスタントに出場できるキーパーになったかってなんか、あの2回対戦して、両方ともあの町田戦ではポープ選手がキーパーだったんですけど、いや、あのポープがレギュラー張るようになったかっていうのは、ちょっと勝手に感慨深い思いでいましたけどね、僕は。はい、で最後に俺ね、あのキジェさんね、これ、この前もちょっと話したんですけど、要は、ほら、もう彼にずっとこの今後のキャリアにおいても、まあ、このパワハラとかレッテルがずっとついて回るですけど、なんていうのかな、こうよくさ、日本社会ってこう再びチャレンジできる、こうリトライできる社会にしましょうみたいなことをこう言うわけですよ。一回失敗した人でももう一回チャンスあって、うん、けどそれってあのなかなか簡単じゃないですよね。うんうん、我々のライターの中とかでもこう、うん、こう社会的事件とかでもうそのなんていうの、新聞載っちゃってこう消えてった人とかもいるじゃん。はい、いるじゃん、すげえ昔だよ。だからなんかでも、いや俺その人たちをまた復帰させなさいって言ってるわけじゃないんだよ。ただこう一、うん、回さ、大きな失敗した人がもう一回こう、うん、チャレンジして、まあこう多分正すべきところは正して名を上げていくっていうのは例はなかなか見たことないんで、うん、やっぱほら選手とかでもさ、なんかこうそのいろんな事件とかで
こうキャリアが下向きになった時ってまたこうやって代表に入っていくみたいなことってないじゃないですか。だから木瀬さんにはそれを俺は期待してる。あとまあそうだからこうそれ人がどう変わるのかってことに興味がある。柴田さんとかもそうだよ、もう柴田さんは昭和の人だから、そういう人がなんか教科とかでいろいろこう十何年やっていく中で多分こう何かを変えてそれを今回松本とかで見せようとするはずですから、非常に興味深いと思いますね。人間がどうなのかっていう部分でさ、ね、監督でも、まあ、そういう指導者変化する人いますよね。まあ、そのサッカーに限らず、高校サッカー、高校バレーとか前取材した時なんかもちょっとそういう人がいたんですよね。もう圧倒的スパルタで来た女子バレーなんかは圧倒的スパルタが有効だったりとかするじゃないですか。だけど、そのスパルタの限界みたいなのがあって、どうしても全国ベスト4を超えられないっていうのがあって、まあ、ドナルとかそういう、もうスパルタ系だと通用しないくて、で、結局そうやめて、もう仏様みたいな感じになって、それでチームが日本一になっていくみたいな流れがあるし、そういう指導者いるんですけど。スラムダンクの安西先生じゃん。そうそうそう。安西さん、安西からみたいな。まあ、岸さんがね、どう考えるんだか知らないけど、まあ、なんか変わったらね、面白いなっていうのはありますけど。面白いですよね。なんか人間の面白さみたいなのをこう、まあ、京都、いや、俺は強いと思いますね、京都は今年もね。京都はやるような気がしますね。ねえ、もうちょっと、選手の方話す時間なくなっちゃうと嫌だから、行くよ。選手、じゃあ次、選手の方行きますね。大丈夫？なんかこうコメントとか。あ、なんか今の。あれで、今、ちょっと、このコメントが来てますけど。この人も、だこういう見方っていうのはもちろんあると思うんですよ。で、俺はもうそうだと思う。再チャレンジを否定する気はないけど、記者の件本人も、これちゃんとさん付けようね。記者さんの件は、本人も周囲、琉球大含めてもパワハラ何が分かってないのか。分かって、まあそうね。俺はその辺はちょっと分かんないな。でも、何か分かったから、まあ何か分かったっていうか、こう、そこに至るまで、まあ地元京都ってのもありますけど、何かしらこう自分の中で内面とか それを変化が周囲を認めたからまた受け入れる門戸が開いたって思ってるんで、それをきっと証明、するかな。そういう感じですかね。はい、じゃあ選手いくよ。はいはい、じゃあ一斉の背で出すね。はい、かぶってたら話しやすいけどね。せーの、はいはいはい、おまさか。お、どう？かぶってないんじゃないですかね。大変だぞ、これ。あ、僕、でも、佐野海舟入れよう、4番手ぐらいでしたね。ちょっと待って、チームはどこかぶってない？岩田、栃木。まあ、でも、それだけ。あ、チーム、新潟。じゃ、新潟から話しましょう。はい。加藤純也。いや、新潟じゃなくて群馬っす。群馬で。あ、ちょっと待って、ごめん。あ、俺、鈴木コーチだけじゃないですか。あ、そうか。はい。じゃあ、じゃあ俺から言っていい？はいはい。はい、鈴木コーチは、はい、あれ、これ漢字間違ってないよね。大丈夫だよね。はい、合ってます。大丈夫です。親子の子です。なんで知らんけど、はい、ほら、はい、郡司さんとかよく知ってるでしょうけど、ザ・ストライカーって人じゃないですか。はいはい。ザ・ストライカーというか、まあそうですね、オールラウンドなストライカーですね。うん、あ、本当、はい、俺の印象だと、ゴール前の、なんか勘の要素みたいなとか、うん、左足を振るタイミングとか、はい。なんか好きなんだ。で、ずっと気になってて、うん、はい、セレッソ行って、あれ、セレッソ、はい、琉球からセレッソに行かれたり。はい、で、まあでも、セレッソだとそんなに結果出さなくて、また J2 にこう帰ってくるような感じになりましたけど、うん、ちょっと怪我の多い人なんだよね。はい。まあ、違いを見せてくれる、だから今年新潟だったら、本間志音が残ったぞっつって、本間志音でしょうけど、本間志音、鈴木浩二みたいなところの左サイドのところが機能するようだったら、まあ、新潟って上位予想する人多いと思いますけどね。
まあ、普通に 点は取りそうですよね。2桁はいきそうな感じはあるけど。うん。まあ、もう一人、島谷八則、これ八則って読むんですよ。俺最初八徳、岸辺一徳みたいな感じで、島谷八徳って思ったんですけど、八則って読むんです。彼はそのトライアウトで見た選手ね。はい、全然バリバリやれるじゃん、すごいじゃんって、こうメディア対応とかも、なんかすごい話も面白くて。うん、いいな。で、山口、もともと山口で結果出して、徳島とかも行きましたけど、もう一回山口に戻る感じですから。うん。いいんじゃないですかね。今年の山口はだからね、ちょっと、メンツがすごいね、揃って監督も、ちょっとね、渡辺さんになって、はい、いやー、だからすごいあれなんですよね。もう最初の5試合ぐらいでわかりますよ。鈴木さん、山口ビビってるよね。山口はビビってるっていうか、渡辺さんにビビってる。渡辺さんビビってるんだよね。渡辺さんは多分やり手だから、やり手というか、相当やると思いますよ。うん。うん、島谷はそうですね。いい選手ですね、うん。で、最後、これ自分とかね、山下亮やね。うん、練習ですよ、あの日体、去年、ジュビロ磐田優生、日体で、去年、あのヴェルディに練習生から2月のね、もう中頃に契約決まったんですよ。でさ、なんか、ちょっともう言い方悪いですけど、取ってどうなのかなみたいなところのお試しみたいな感じから入ったのね。うん、だからもう、チームトップの8得点ですよ。ねえ。ベルディって大卒の選手がわりかし珍しいから、うん、まあ、馴染みがなかったっていうのもあるんですけど、はいはいはい。火の玉小僧ですね。前も言ったよね、なんか俺、ゴール裏でカメラ構えてたらさ、こう、クロスを上げる全速力の山下亮が、まあ、すごい速い選手なのね。こう、クロスを上げて、そのままステン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 って、こう、ゴール裏の芝生を越えて、アンツーカーのところまで、ステンステンステン、カラン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 って音がするっていう。すごいみたいな。だからもう全然力を抜くっていうことを知らないような感じなんで、でもすごい上手になった、去年1年で。こんなコメントが来てますけど、はじいさん。そう。なんか、うん、まあでも、もともとプロになるぐらいだから下手じゃなかったと思うんですけど、なんかシュートのうまさとかタイミングとかは、はい。俺が知らなかっただけなのかな、もともとうまかったのかな、でもなんかね、こう、サッカーがうまくなってって、どんどんうまくなってったなって感じですよ。永井さんのサッカーってそんなほら、ちょっと馴染むまで合わない選手は合わないから。うん。うん。まあ、うまくなきゃ8点取れないよね。うん。はい。今年は2桁。なんかこう、プレースタイルとなんか雰囲気が、一時いた杉本龍二に見えたりもしたんですけど、僕の中で。わかります。はい。わかるわかる。うん。なんか性格的にも、似てる感じある。杉本龍二はでも、あれ。育ちいいとこの子だから、山下亮はなんか田舎から出てきた、こう、はい、野生にあふれるみたいな、野生みたいな感じがすごい。うん、はい。ね、まあ、東京に染まっていくのかもしれないですけどね。わかんないですね。垢抜け欲しくないな、それは。じゃあ、郡司さん、ちょっとごめん、もう一回3人出してくれる？僕ですか、はい。町田から佐野海舟選手、群馬から加藤純也選手、はいはい、大宮から川面明成選手を挙げさせていただきました。川面とか上手だな。あ、いいよ。ちょっとマニアックで、すいません。いやいや。じゃあ、まず、我が軍の佐野海舟選手から、去年、フル稼働して、その実力を、対戦相手としても、栃木、ヤンベルディも、まざまざと見たかなと思うんですが、うん、相手からボールを刈り取る、ボール奪取力はもちろん、セカンドボール落下す、セカンドボールが落下する落下点を予測することだったり、最終ラインのサポート意識もすごかったと思います。はい、去年で引退したリハンジェ選手は、一発のターンで前を向ける、その力がすごいって言ってますし、まあ、将来の日本代表高校と言ってもおかしくないというふうに言ってますし、まあ、彼がつけた6番を、今年は佐野海舟選手が受け継いで、まあ、もう名実ともに町田の中心として、今年も残留してもらえたので、やってくれるんじゃないかなという期待値を込めて。まだ20歳ですもんね。はい。ものすごい、栃木的にも彼みたいなボランチがいいな、いいなって思ってたけど、まあ、がっつり町田に残留して、はい。
あれ、佐野海舟さんってさ、はい。やっぱその由来は勝海舟なんですか、あれ。と聞いてますけどね、はい。やっぱり、歴史の偉人をこう名前に昇和される、いや、俺は、いや、大変だろうなと思うわけですよ。俺、普通、親が普通のサラリーマンでよかったなって思うこともあるし、はい、だって俺の知り合いにさ、あれ、でも、コーチとか行った人、コーチキャンプとかで手配とかしてくれるんだけど、はい、ほら、坂本さん、坂本龍馬っていう知り合いがいるんですよ。はい。コーチキャンプやるときは、その手配とかやってくれるその自治体の人なんですけど、大変すぎない、その人生。まあ、本人的には名前を覚えてもらいやすいからいいみたいなことは言ってたことありますけどね。あ、本当に。もう一回聞けば忘れないから。そうですね。はい、そのインパクトあるからっていうなんか話をした、聞いたことありますけどね。まあ、そこで名前負けをするとか、そういうね、プレッシャーもしたらかかるのかもしれないですけど、あんまりそういうことでこう、何かを背負うみたいな、感じでもない、素朴な、彼なんで、そんな、なんかそれで背負うってことはないかな。さすがにちょっとリハンジェの6番を背負うことに関しては、はい。本人的には重いっていうような話をしてましたけど。コメント来てますけど。なんか質問来てますよ。自慢からオファーあったんじゃないですかって。なるほどね。はいはいはい。まあ、こう、なんていうんですかね、発掘して契約してる選手でありますので、まあ、そんな簡単に出すわけにいかないというような感じにはなってます。はい。評価はあったんだろうね。はい。じゃあ、続いて、佐野海舟、そして。はいはい。群馬の加藤純也選手。はい。から、左サイド、まあ、基本的に左サイドハーフだったかなと思うんですけど、うん、群馬はかなり後半戦は復調したというか、浮上してきたチームでいいサッカーしたと思うんですけど、スピードもあって、突破力もあって、パス出しのセンスもありますし、サイドバックを生かしながら、彼らをおとりに使って自分がより生きるような状況を作れる選手ですし、こう周りを生かしてチームの機能性を上げる働きできる選手かなと思います。まあ、チャンスメイクも時には、まあ、ストライカーというか、点を取るっていうところの仕事もできるタイプの、すごい万能型のいい選手だなと僕は思ってました。ちなみに町田ホームでやった町田戦は 0-3 で負けたんですが、その時、加藤純也選手にかなり PK につながるパスを出されたりとか、サイドで突破されてチャンスを作られたりとか、かなり痛い目に舞いまして、エルゴラストではマンオブザマッチをつけさせていただきました。これはかなり僕も去年注目して、他のチャンネルとかでもこういう話はさせていただいてるんですが、さすがにちょっとね、個人昇格って今年にはいかなかったみたいですけど、注目してます。なるほど。あれですよね、左サイドバックの E の、はい、とのコンビネーションがすごく、後半戦非常に良かったですよね、うん。あそこが脅威になってた、群馬の中で。そうですね。彼が、イーノが入る前とか、怪我する前は、イーノ選手が入る前は、小島、選手という、以前町田、小島正也選手という、仙台ユースの出身の子が、左サイドバックって、彼が左サイドバックに入った時にも、こう、うまく彼を生かしながら自分も生きるみたいなことできてますし、まあ、イーノ選手のコンビは抜群でしたね。はい。うん。なるほど。まあ、いなくなっちゃったからね、群馬はね、あそこが、ね。そうですね。抜かれてしまいましたね。はい。3人目が川寺明成。川寺選手。まあ、去年はちょっとね、怪我がちで、18試合の出場で、ちょっと、あまり出場機会は重ねられなかったんですけども、その意味でも今季の巻き返しに期待してます。で、左利きのセンターバックっていうのは、まあ、それだけでこう、レアキャラだと思うんですよね。でしかも、スピードもありますし、ウィングバックもやれますし、サイドバックもやれますし、センターバックもできるっていう、そのユーティリティ性もあるし、クレバーだとも聞いてますし、すごく柔軟性のある選手だなと。あと、左足でのシュート力、パンチ力っていうのもあるので、そういう意味での、いろいろな幅のある選手だなっていう。彼も、ぜひ町田に来てほしいんですけど、なんとかならないですかね。はい、と思ってます。なんとか、高いんじゃないですかね。なんとかなるでしょ、もう、町田の場合。いやいやいや、他にお金使っちゃうんで。そういう言い方も通用しないよ。いやいやいや、
とはいえ、そんなに豊かなし、あの、資金があるわけじゃない。あの、長崎さんだったりとかね、あの、大宮さんだったり、あの、夏になったら、夏にちょっとピンチだと思ったら、なんか、札束構成で選手取ってくるみたいなところの次元まではまだ行きませんので、はい。謙虚に謙虚に。いやいや、昔なんかこの製品みたいな感じで、こうさ、アピールしてた時期あったけどさ、ちゃんちゃらおかしいぜ。はい、もう、ブルジョアですもんね、だからね、ブルジョア。いやいやいや、そこの次元まで行ってないんですけど、いやいやいや、一人歩きしてますよ、それは。文治さんの雰囲気違うもんな、前と。いや、そこはあれじゃないですか、一気に町田が、一気にそのなんか、なんか変わっちゃうと、見え方が良くないから、ちょっと徐々に徐々にって、こう、バランス取ってんじゃないですかね、藤田さんが。違いますかね。まあ、あの、ね、今年の夏ですから、クルバースができるのは。まあ、ちゃんとあの整った環境を見せて、あ、こういうとこでもプレーしてみたい、こういうとこで練習してみたいっていうふうに思わせられれば、あの、はい。熊健吾事務所さんが作っていますんで、はい、その辺のね、うん、外観のかっこよさとかも出てくると思うと、あ、ここで練習してって言って、東京都のチームですから、またいい選手も来てくれるかと思います。はい、楽しみにしてます。毎回言うじゃん、毎回言うじゃん、その東京都ですから、それをさ、言わなきゃいけないっていうことはさ、東京都じゃないんだ、はい、印象的に。俺、いちいち言わないもん、それ、東京都っていうふうに、いやいや自分で思って。勘違いされてる方もいらっしゃるかもしれないので、あの、言うても、東京都のチームだということで、お願いいたします。あれ、解明のやつってどうなったんでしたっけ？解明は、ゼビアで落ち着いております。お、落ち着いちゃってんですか？落ち着いております。そうなの？ああ、そうなの？はい。鈴木さん行こうか。はいはい。顔はこれ、はい。あ、山口和馬ね。山口和馬。はいはい、まあ、伊藤博樹、栃木山本蓮という選手なんですけど、はい、順番に行くと、はい、山口和馬は、まあ、去年水戸でね、15点取って、まあ、うん、なんつうかな、すごい、荒々しいですよね。荒々しくて、エネルギッシュというか、うん、まあ、なんかそういう、あんまりこう、ああいうこう、ああいう選手ってなかなか久しぶりに見たなって感じもあったし、うん、いや、まあなんかもう全身こう、まあピッチ上だけじゃなくて、まあいろんなところでこう荒々しそうだなっていう感じが印象を受けたし、まあなんか非常にあの、ピッチ上の印象としては非常になんか、あの、いい印象を受けたというか、もう、俺が背負って点取んだみたいな、あの、すごいでしたし、うん、まあ、水戸だと左サイドだとかトップとかやってましたけど、まあ、あの、今年山が行って、フォワードたくさんいるけど、うん、まあでも実力的にはスタメンでレギュラーでって感じの選手だと思うんですけどね。まあ今ちょっと怪我しちゃってますけど。ああ、そうなんだ。怪我。いや、俺さ、その、鈴木さんの言うの、あの、わかるよ。その、なんかさ、こう、ストライカー、その点取る人って、はい、その、どっかこう、危うさと同居するようなとこあってさ。そうそう。ね、で、あの、はい、鹿島が出てきたぐらいだから、もちろん能力はもう、もう証明済みみたいなとこあるわけじゃないですか。はいはい。で、その後に、多分ね、でもね、あの、なんか、水戸とか行って、その鹿島で2シーズンやって、水戸とか行った時も、多分、その、周りからすると、扱いが楽な選手じゃないんですよね。はいはい、きっと難しいとこあるんだよね。はいはい、そうそう。だから、それが、こう、監督の求めるもの、チームの選手とピターンとフィットしたときは、あの荒々しさが全部、こう、ゴールに向かうわけだから、うん、怖いですよね。うん、てても去年、水戸は、あの、秋葉さんのもとでうまくやったんだと思うんですよ。うん、で、これ、山が行って、これは反町さんだったら、またうまくやるんだろうと思うけど、まあ、はい、柴田さんもうまくやるっていうところじゃないですか。まあ、最初ね、どっちにしろ、いずれにしろ、怪我して、長期離脱だから、うん、あの、そうですね、それが終わってから、怪我が癒えてからになるけど、うん、まあ、本当そこら辺が魅力的な、速攻、見え方のする選手。うんうん、俺、鈴木優馬とか昔、鹿島行った時も思ったもんね。はいはいはい、なんかもう。あ、同じ匂いがね。そう、飛んじゃってる、あ、飛んじゃってんな、みたいなところの、この、あのストライカーの危うさは、いいっすよね。ちょっと、普通の、こう、うん、社会人として生活を送るには大変なんだけど、ピッチ上で輝くんだっていう。そうそう。うん、なんかすごい、まあ、ストライカーたるものみたいなところあるじゃないですか。そう。全然ね、俺たちそのピッチ外の山口和馬全然知らない割に好きかって言ってますけど、なんかでも、すごいいいやつだったりしてね。俺、すごい、あの、普通にいいやつだったりしてね。
わかんないですけどね。まあ、魅力的な。選手、そうですね。町屋のランコ・ポブイチ監督もすごい高く評価してましたよ。ちょうど、40節で町田と水戸は対戦したんですけども、その時、はい、まあ、彼も怪我してて、試合に出られないのに、囲みの取材の中で、いや、今回の対戦で水戸で残念なのは山口がいないことが残念だ。彼は一番と言っていいほど、今季の J2 の中で成長したストライカーだから、ね、彼がいないってことは、うちにとっては助かるけど、ちょっと対戦できないのが残念だって。わざわざ、怪我で出ないって分かってるのに、名前を出してくるぐらい注目してましたね。うん、はい。なるほど。こういうコメントも来てますね。柴田さん、はい、ベルディユースの頃から、やんちゃな選手の扱いがうまいと思います。そ、まあ、そこに期待だよね、手綱さばきはね。そうですね、確かに。うん、これやんちゃな、そう、そうなんです。山が、反町さん監督やってたときに、栃木から、はい、今、千葉にいるあの船山隆之が移籍したんですよ。はい、試合に栃木、まだ彼が大卒2年目ぐらいですかね。栃木でその時フォワード、あのリカルドロボとか、フォワード外国人とかが出てて。そう。で、まだ山賀がね、JFL の時ですね。反町さんが来て1年目ぐらいの時かな、行って。うん、で、もう船山も結構やんちゃだったんで、あ、どうなるかなと思ったけども、反町さんがね、ほんとうまいことね、手なずけるって言い方あるかもしれないけど、まあまあ、いや、本当、素晴らしかった。で、俺、後追いで、船山の取材、山賀まで行った、松本まで行ったんですよ。で、反町さんに、ちょっと一言もらおうと思って、で、話聞いたときに、高之は、聞いてないようで聞いてるよ、みたいなことを言って、すごいなんか、なんかその一言で、あ、うん、なんか関係性がちょっと分かるというかね、なんかこう、うん、いや、面白いなと思って、なんかうまいこと、反町さんやってんだなっていうのをちょっと思って、その時に、うん、やんちゃな、勝ち気のある選手をこう扱うすべというか、うん、それがあると、またね、チームこう、うん、いい面、悪い面あるかもしれないけど、こういい面をこう輝かせるみたいな感じで、うまく入れ込んでやってんだなと思って。うん、なるほどね。なるほど。鈴木さんの2人目の伊藤洋樹にはこんなセンターバックやると思ってなかったって、これ、もともとあれ、彼ってキック、左足のキックすごい人でしょ、うん、あ、そうそう、はい、もう僕の印象、まあ、センターバックも やってたりとかしたんですけど、左サイドに置かれて、やっぱ左のキックの質、めちゃめちゃいいじゃないですか。うん、あのサイドチェンジ、怖いよね。すごいし、あとセンターバックとか、まあ、ディフェンスライン、最終ライン入った時も、まだ21になったばっかり、なんかね、やっぱ競り合いの体の当て方とかタイミングとかすごいうまいって、なんか印象あるんですよね。栃木の選手で、柳っていたじゃない、いるじゃないですか、去年、めちゃめちゃディフェンダーでヘディングうまい選手。うんうん、で、彼が前線試合終盤に上がってって、競り合いするときに、こう伊藤洋輝にうまいタイミングで体をぶつけられて、ちょっと全然すり勝てなかったシーンがあって、あ、うめえと思って、やっぱちょっとレベル違うなと思って、この選手だから、今年は岩田残るんだって、ちょっとそれが逆に驚きでしたけど。あ、こんな、コメント届いてます。まあ、伊藤残留に歓喜したけど、だから岩田ファンも多分そういうのあったんだね。はい、監督交代。はいはいはい、戦術的に乏しい、旧来型の左ストッパーし使われているのが選手の将来を考えるとちょっと複雑。はいはい、まあ、これはもう、鈴木監督に対する、まあ、割と辛口な感じの。でも、俺もわかるな。でも、鈴木さんのやり方、でも、遠藤と一緒にできるからね。そうですね。だから、プラマイゼロじゃん。プラマイゼロ。プラマイゼロって言い方でいいのか、今のは。まあ、でも。いや、まあ、そうですね。今年そのメンツでやる意味は、まあ確かにあるかもしれないですね。そうね。ね、だから、そうですね。岩田、だから、まあ伊藤選手が出たり、まあ出てる名前出ましたけど、遠藤選手とか、まあ大森選手とか、あの辺がこうフル稼働できるようだったら、ちょっといいとこ行くかなっていう。うん。大森、だって、年齢的にまだ28。うん、ね、意外になんか若いなと思って。意外に若い。長いじゃないですか、活躍してる時期。そうですよね。伊藤選手、すごい人気ありますね。はい、伊藤のようなブランドが日本でも増えてほしい。伊藤選手、良いですよね。大型、いや、俺、本当、代表いけるレベルだと思うんですよね。うん、
彼。上行っちゃえばよかったのにな。しかも左利きで。そうですね。そこが魅力、そこも魅力ですよね。そこが魅力ですよね、ほんとね。あれ、鈴木さん3人目がどなたでしたっけ？はいはい。3人目は、山本蓮。の山本蓮っていう選手がいて、はい。まあ、栃木今年10番、森俊樹っていう、大卒2年目の選手がつけるんですけど、まあ、その選手にしようか、ちょっと迷ったんですけど、ちょっと、こう、あえて、この山本蓮という選手、今年で年齢的には21歳か。去年31試合 J2 で出たんですけど、その前は地域リーグでやってて、うん、で、まあ、こう、去年20歳を迎えるシーズンか。で、21歳になるシーズンで、31試合出て、結構やっぱ体、やっぱ大きくて、もともとボランチなんですけど、うん、まあ、チーム事情もあったりとかして、右サイドハーフとかで出てたんですけど、体強くて、やっぱ球際めちゃめちゃ強いし、こう、ガチャガチャってなった時、絶対競り負けないぐらいの強さを持ってて、うん、左右、右足、左足、どっちも蹴れないんですよ。だから右サイドの追いつつも、右でクロス入れられるし、切り返して左でも上げられるし、あと2点取ってるんですけど、その2点とも結構スーパーな、うん、左足なんですけど、ミドルレンジからのスーパーな30メーターぐらいの、もう血を這うようなスーパーなミドル決めたりとか、あとコントロールショットですね、ペナルティエリアの中からの逆サイドネットにこう、針の穴を通すようなコントロールショットみたいな決めてる選手で、まだまだ名前とかは売れてないんですけど、はい、この選手も結構ポテンシャル高いなっていう感じの、イメージは去年ちょっと残したんで、今年試合どれだけ出れるか、いろいろまあ選手入ってきたら分かんないけど、結構面白い選手になっていきそうだなという期待感を持ってる。鈴木さん、不勉強ですいません。あれさ、はい、去年の秋元とかさ、レズにいた秋元とか、はい、この山本蓮とかで、これアカデミーから出てるの素晴らしいと思いますけど、これ彼らでもう結構何人目ぐらいなの？栃木のアカデミーかプロになって、こう、ユース卒でトップに上がって戦力になるっていうの。もう結構そんな珍しくなくなってるんですか？ユースから直接っていうのは、山本蓮の代が初めてです。ああ、本当？で、彼は上がってから3年目、去年が3年目だったんですよ。2年間ちょっと地域リーグとかでちょっと修行の意味合いで出てって、で、秋元とか森俊樹とかその辺は大学経由して戻ってきたんで、まあ、直接のトップ昇格じゃないですけど、この山本蓮っていうのは、クラブが初めて、ユースからトップ昇格させた選手の一人。なるほど。で、4年目、今年4年目か。あ、そういう選手ですね。ね、すごいね。育成、時間かかるからさ、そうやってなんかいろんな人がこうやってきた仕事が、うん、こうやってちゃんと身になるんだね。いやそうっすね。栃木はそこら辺は、まあ、秋元たちが戻ってきたっていうのは、去年は一番大きかったですけどね。うん、まあ、それまた出ていっちゃったから。うん、彼らの活躍を祈るばかりですけど。ああ、山本蓮も活躍して、あれだな、また手を振ることになるのか。まあ、活躍したら手を振ることしかできないんだけど。まあ、それはしょうがない。その覚悟はありますみたいなところさ。そうそう、まあ。それをだから阻止する確率を上げるには、J1 行くとかぐらいしかないじゃないですか。チームもクラブも上がると、うん、チームもクラブも上がるとか、まあ、あるいは各ね、事業規模をなんとか大きくして、J2 の上のぐらいのね、うん、予算規模にしてみたいな、うん、予算規模20億ぐらいにしてっていうのが一つの、うん、レベルアップかもしれないけど、それはそんなね、早々にいかないし、うん、まあ、そういうなんか大きな何かが入ってくるのは違うかもしれないけど、ね、鈴木さん、栃木にも井出っているの？いるんですよ。カシアレイソルから去年入ってきて。あ、本当？はい。カシアの本当アカデミー育ちの子で、左利きのセンターバックなんですけど、今年はおそらく左サイドバックもやるだろうなっていう感じですかね。うん、あ、本当。うちの井出春人と、はい、そっちの井出君と。はい、あ、ごめん、ちょっと話の面白いって、鈴木さん、あと1人行ってない、あ、3人目で、あ、3で終わったのか。うん、ごめん、勘違いした。
はいはい。こんな感じ。なるほどね。そうか。あ、栃木はね、もう一人いいんですよ。小堀っていう子が上がったんで、これだけお伝えしておきます。小堀。はい。小堀空って子がフォワードでトップ昇格したんで。うん。小堀空。小堀空。今と、今風ですよね。上の空？上の空、漢字は。あの宇宙って書いて空とかじゃなくて。そう。空。ああ。小堀空ね。覚えちゃったから。小堀空。なんか、もう空っていうとなんかね、すごい爽やかな感じの男の子の感じですけど、爽やかな感じの子なんですか？爽やか、爽やか、うん、まあ爽やかですよ。普通に。爽やかな、爽やかで、人間ができてないと、栃木のトップチーム入れないことになったんでも。ああ、そうなの。なるほど。厳しい。人間爽やかで人間できてないと入れない。そう。そうね。じゃあ、あとちょっと、おのおのちょっとさ、俺、気になるよ。栃木とか町田の状況、どんな感じになってんのっていうさ。あれですか、郡司さんとか、町田は今もうキャンプ行っちゃってんだっけ？今日までが一時キャンプ、沖縄の一時キャンプですね。ああ。で、4日から、あれなのか、出てるかな、日程は。4日から宮崎キャンプですね。今日は練習試合があって、今季初かな。ああ。FC セリオーレというチームに10対0で勝って、ああ、チョンテセ選手が5点取りました。ただ、内容は分かりません。あ、内容は分からん。あ、そうか。あれ、キャンプ、郡司さんは、俺行きたいって言っても行けない状況なんだっけ、町田は。そうですね、はい。現状は。なるほどね。町田は、ドゥドゥが、ドゥドゥでかいな。でかいっすよね、ほんとね。あの前線のあれはパワーすごいよね。新加入選手とかどんな具合ですか？わかりません。テセさんが頑張ってるみたいです。そうっすか。チョンテセやばいな。笑い笑いってどういうこと？まあね、相手がね、ちょっと、そのアマチュアのチームなんで、ちょっと参考にならない部分はあるのかもしれない。とはいえ、5点取るってなかなかできないですよね。しかも半、あの感じだと半分の出場だと思うので、45分の出場だと思うので。うん、去年とかも、1本目と、45分かけ2本だと、1本目と2本目でガラッとメンバー変えて、同じぐらいのタイミングで試合やった時には、あの相手とやった時にはそういう感じだったので、おそらく、まあ出てても半分だと思うんで、その中で5点取るっていうのはやっぱり、まあテセ選手も言ってましたけど、ボックス内にいい形でボールくれれば、はい、決めるよって言ってたんで、そういうパスが何本か供給されたということなんじゃないでしょうか。すいません、そんな言い方しかできなくて。はい。町田とヴェルディ割と早いタイミングで当たんね。3節だね、3月14日。はい。こっちの方ですよね。はい。あれさ、郡司さんに言ってもしょうがないけど、祇園スタジアムって紛らわしくない？あれなんであんなことになるの？あれ間違える人、まあね、絶対いますよね。いるよね。はい、いますよね。はい。え？いますよ、それは。はい。だから注意して。いますよ、それは。同じね、同じ会社さんが連絡してるんで、向こうはカタカナで、こちらはアルファベットのギオンスタジアムなんで。いや、間違いない。伝わんないでしょ。間違いのないように、はい。小田急、まあ、どっちも、うん、そうですね。小田急線に乗って、鶴川駅で降りるのがギオンスタジアムですんで。お間違いなきよう。お間違いなきよ。お越しください。うん。あと、町田でこれだけは言っとかなきゃっていうことはないですか？なんか質問来てるんで、ちょっと。ああ、答えてあげて。テセドゥドゥ。ブルマンさん、ドゥドゥとチョンテセの融合は可能ですか？前線からの守備はどうですか？前線からの守備、そうですよね。ちょっとここは気になるんですけどね。まあ、ちょっとそのポービッチ監督も言ってたんですけど、うん、去年よりはボールを持ちたいということなので、うん、今年はより多少ボールを持って崩すっていうところにトライする。ちょっと振り幅を去年までのように守ってカウンターの振り幅からちょっとボール持って崩すっていう方に。まあ、センターバックとかも攻撃性の高い選手入れたり、まあ、サイドバックも足元の技術ある選手、ビルドアップできる選手入れたりしてるんで、ちょっと攻撃の方に振り幅を振るっていうか、まあ、ボールを持つっていう方向にちょっと
舵を切るチームを作るっていうことなので、去年ほどその安藤選手がいた時のような守備のスイッチが大事っていうサッカーにもしかしたらならないのかもしれないので、オフェンスでちょっと押し切るっていう部分が出てくると、まあでも献身的に仕事はできるし、まあドゥル選手もね、日本長いですから。はい。はい。そこは、あの、まあ、過度に心配をする必要はないのかなという気がします。質問が。セルビア？はい。ああ。いや、なんかこんな質問来てないですけど、去年まで施設面の投資で今年から選手に投資って感じなんですか？まあ、あの、サイバーエージェントさんが、のグル、サイバーエージェントグループに入ったっていうことが、その施設名、13億円の中の、うちの、天然芝、あの、上野原グランドという、昔土だったグランドを天然芝に変えたのの費用と、クラブハウスの建設の方に回ってるんですね。まあ、その、選手の、今年からに、まあ、選手の、まあ、あれだけの選手取ったんで、その予算規模っていうところは、あの、人件費ってところは、まあ、膨大では何せは上がってはいますよね。はい。うん、膨大でしょうか。いや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 。いやいやいや。事実。それに引き換えさ、郡司さん。はい。もう、ベルフなんて、あの、もう、昨年末、あの、経営のあれでバタバタしちゃったもんだからさ。はい。お金がなくて、キャンプ地沖縄抑えられなくてさ。5日から J ステップですよ。はい、清水の。まあ、なんかね、その、なんか、軒並みなんか、その J クラブが結構沖縄に集中したっていう話みたいですね、なんか、キャンプが、うん、キャンプをする場所が。まあ、例年とでもそんな数変わったかな。まあ、でも。なんかでも、場所取り合いみたいですよ。え？あ、取り合いね、ま。場所が、うん、場所が取り合いみたいな感じになってるっていうところで。それはもう確かにそうですよ。そうなんです。だから、町田も去年、あ、もう終わったからいいかな。去年も違うところでやってたんで。あ、去年は近町っていうところでやってたんですけど、今年は、はい、また別のところでやってたんで、そこはなんか抑えられなかったみたいですよ。はい、じゃ簡単にこう俺の方からもちょ、時間も時間なんで、ベルディの方の、まあ、今年のちょっと見どころみたいなところ、去年のあの山下亮也の発展で、まあ、ちょっと味を占めましたよね。大卒新人っていうのは今年の4人も入ったの。うん、ほう、あの、もともとベルディユースに行って、大学行って、中央大から帰ってきた深澤大輝っていうのと、ディフェンダーです。あの、すごいクレバーなディフェンダーね。あと、ゴールキーパーの佐藤久也。で、あと、明大から二人来て、あの、佐藤良雅と、持井京太っていう二人、これアタッカーが二人、佐藤良雅がフォワードで、持井はまあ、中盤の、まあ、中盤のテクニシャンって感じなんですけど。まあ、佐藤良雅、まあ、ちょっと印象残るのは、こう、佐藤良雅ってさ、こう、すごいね、なんていうか、上手な感じ、上手、多分上手、そんなに上手とか、いう感じじゃないんですけど、まあ、すごい、こう、アグレッシブな、もうガンガン行くような感じで、で、今、センターのフォワードのポジションは、すごい薄いんで、うん、まあ、チャンスあるんじゃないですかね。うん。そう、これね、グリーンボーイズさん。母さん、外国人加入はどうなったんですかって、俺が聞いて、外国人なんですよ。外国人って明言したっけな。いや、とにかくこれ、前も話したよね。10番空いてるから。でも俺もなんか知らんけど、誰か長井さんが言ってたのかな。なんか、それちらっと記憶にあるんですけど、まあ、とにかく、10番を埋めようぜみたいな、埋めようぜじゃない。埋めますよ。そう、エジーさん、教科書が言ってるんですよ。今、交渉中ですと。新しい、その、もう一人取りたいんだと。これどうでしょうね。あの4月2日までウィンドウあるでしょ。うん。うん、まあ、どうかね。キャンプにいなかったら、後ろに、こう、なんとかこの4月2日に間に合わせるみたいな感じで動くんじゃないですかね。全然、ごめんね。回答になってないですけど、俺もわからん。その全然、その、江尻さんにこのまま、まあ、今度会ったとき聞いておきますよ。どうなったんですかつって、そのまんま。なんか楓田さんの後ろの方になんか某週刊誌のあれが、あ、これじゃないや、あれどこ行った、これね、後ろ某週刊誌が見えるんですけど、楓田さんの後ろに、楓田さんの後ろになんかある、某週刊誌が、緑の、緑これどうなってるの、これ誰の、これ某週刊誌ですよね、なんすかそれ、よく見つけたね、週刊文春食らっちゃった、さ、ダメだよ、郡司さん。見つけるの遅いよ。これもう今更話して終わるわけないじゃん。無理。すいません、ちょっと俺たちの間の中でさ、もうあとはもう文春にこう、
文春がこうどうにかあの、まあ、ネタを売るとかそういうことはないんですけど、そっちが動くぐらいしかないんじゃないのなんて言ってたら、こう、文藝春秋のこう知り合いの方からさ、なんか動いてるらしいぞみたいな話があってさ、あ、本当かみたいなところがあって。まあでもこういうのってちゃんとあのネタ集めるまで時間かかりますもんね、なんて言ってたら、割と早いタイミングでドーンって来た。ほんと、読んでどう思ったって皆さんに聞きたいですよ。その、なんていうの、その、でも、その、いや、こういうのって週刊誌ですからみたいな言い方もあるけど、ちゃんとした、まあ、今ってほら、まあ、文春裁判でよく負けたりするけどさ、こうちゃんと、あ、ここはちゃんと調べたら、ここは間違いないんだなっていう、こう、前社長がスポンサー関係の間に広告代理店かまして、そこから金が流れてたかどうか、その金がどうかっていうのを別にしても、かませてたってとこまで事実ですから、もうそれをもって普通はやらんよねっていうところは、まあ思いますね。それは、そこで、いやいや、そういうベルディとは関係ない、私はそのお仕事をしてただけですよ、でも、倫理的にアウトです。ってことははっきり思いますね。金がどうあれ。それはだって必要のないことだから。って感じかな。もうダメだ。これ、こんなさ、もっと他に話したいことあるんだよ。加藤貢献いいですよ。顔がさ、もうね、なんかすごい、こう、ほら、新幹線の役者の人誰だっけ？でもこれ言ったらすごい怒られたりするのかな。新幹線の役者？ほら、新幹線、東京新幹、あ、違う違う、大阪の新幹線だよ。劇団新幹線。あ、古田新だ。もうすごい俺今悪口言ってない。違う。俺褒めてんだ。俺古田新好きなんだよ。あの感じ。古田新はね、面白い役者さんですよね。でも最高じゃんね。だってもうちょっと悪口なのか、いや違う、俺悪口のつもりないんだよ。古田新みたいな雰囲気の、こう、いかつい感じの、とにかく頼りがいのある感じの。さっきから調子狂っちゃったよ。ごめんなさい。でも、藤田、はい、ジョエル・チマ選手の後釜、はい、というか、後釜的な感じで獲得したんですよね。後釜というか、同じような役割を持ってた。そう、でも、その前からもう動いてた、去年夏ぐらいから動いてた話だから、あ、割と前から。仕事早いですねみたいなところですよ。最後に鈴木さん、ちょっと栃木の話を教えてよ。栃木の現状どんな感じですか？現状あれですかね、加入とか、うん、加入とか今期の状況、開幕に向けて。栃木岡山先生だね、さっきね。あ、そうですそうです。まああれですね、秋元抜けちゃいましたけど、はい、フォワード畑純喜って長崎から去年5点取った選手だとか、うん、あとは、慶応大から松岡リムっていう選手が入ってきて、お、結構あれですね、ドリブル、狭いスペース、こう、ゴリゴリいけて、うん、で、シュートのキレもあるし、前線でハードワークできるタイプがいて、うん、あとは、まあ、京都からジュニエニョとか来たって感じですね。で、2列目、サイドハーフか、フォワードか分かんないですけど、菊池大輔、湘南から、うん、湘南じゃない、柏からですけど、はい、そういう、こう、走れて戦えて、球際行けますよみたいな感じの選手たちは、まあ、揃ったっていう感じですかね。うん。うん、あとは、なんだろうな、うん、何を言えばいいかな。まあ、森俊樹っていう、その大卒2年目の選手、アカデミー出身の選手が、今年から10番つけて、はい、お、ユニフォームめちゃ売れてます。ああ、さっきコメントでもあったよ。ちょっとごめん、うん、流れちゃったけど、はい、森選手も素晴らしいですっていうコメントが先に入りました。はい、はい、うん、かわいい。体強くて、去年5点取ったんですけど、まあ、無理が効く、うん。栃木のカウンタースタイルにすごい合ってる選手ですね。ドリブル運べるんで、スピードを、なるほど、そのまま、ゴール突進していけるようなタイプなんで、まあ、そこら辺でメンバー的には結構ね、うん、俺面白いと思うんだけど、あんまりなんかね、秋元が移籍したインパクトが強くて、結構それにね、うん、引っ張られちゃってる感じはあるけど、うん、まあまあ、まあまあっつったら、あれだ、失礼だけど、面白いと思うんですよね。みんな頑張れるから。っていう感じかな、今年の栃木は。うん、だそれでどうなるか、まだね、ちょっとトレーニングマッチ、ボルダーさんって人もいるんですか？
あ、小野寺健也って、あの、山形から来たセンターバックですね。あ、本当。ヘディングがめちゃくちゃ強いって、いう話で、実際強い、練習なんか見てても強そうだなって印象はあるけど、まあ、あの、センターバック2人いて、あ、3人、4人か、4人いて、まあ、経験値ある選手たちいるから、まあ、そこでどれだけ試合出れるかって感じになると思うんですけど、なるほど。あの、出番はあると思いますけどね。今日俺たちさ、この前は、なんかこう、降格枠4つに怯えるところもあったけどさ、全然そんな感じないね。やれんじゃない今年。え、あ、俺たちですか。まあ、僕らで盛り上がるのは自由ですけどね。どうなのかな。いや、もう、ほんと。あ、俺、何も言ったよね。あのスタートダッシュ、あのスタートとにかくこけたくないんだっていう、スタートこけた後のその長いサッカーの立て直しの難しさみたいなところは、もう大変なんで、はいはい、もうとにかくさ、どんな内容でもいいから、あの、まあんまこういうこと、内容、そうね、まあ、最初の1、2、3試合、町田戦ぐらいまでに、あの、はい、ちゃんと早めに勝ち星を1つ上げときたいですね。うん、あ、3試合のうちに一勝ぐらいでいいんですかね。いや、それが3連勝とか、なんかそういうって、もともとその立ち上がりあんま良くないチームだから、ただ、負けるときってとめどなく負けていくからさ、もうそれしたらもう取り返しつかないじゃないですか、今年。うん。だからまあ、早めに一つ、贅沢は言わんですよ。早めに一つ、あの、勝ちっていうのが、こう、チームの中でこう、一つ大きくなってるからさ。やっぱ町田なんか全然そういうこと考えてないでしょ。その4つ、あ、それがどうしたんですかって感じじゃない？いやいやいや、考えてますよ。それは早いうちに、あの、勝利しないと、それだけ選手があれですね、揃ってると、なかなかまたマネジメント難しくなる部分もあったりするんで、ね、やっぱり前の選手がちょっと、まあ、言い方、ちょっとダブついてる部分ももしかしたらあるかもしれないので、うん、やっぱちょっと結果を早く出して、チーム全体の求心力っていうところを、なんていうんですかね、空気感作っとかないと、あれよあれよと言っちゃうんじゃないですかね。結果出ないとね。そう、結果が出ないと何の説得力もないから。つまんない言い方になるけど、結局そこって大きいんだよね。はい。監督にこう、選手がこう、向く合う目がさ、こう、分散していくと、こう、チームがただでさえやれることもやれなくなっていくってとこあるから。うんうんうん、まあ、頑張りましょうよ。もう開幕までは、あ、またあの、あ、そうだ、あの、ごめん、最後に言わなきゃいけないことだったんだ。だから、またあの、ゼルビアタイムズ、栃木フットボールマガジンとスタンドバイグリーン、あの、よろしくお願いするとともに、あの、また定期的にやっていくんで、チャンネル登録の方を、よろしくお願いしますと。ライブ配信が、回数が増える予定ですので、ぜひお願いします。増える？聞いてないよ。まあ、ちょっとよくわかんないけど、まあ、あの、定期的にやれたら楽しいじゃん。これ以上の、感覚的には俺たち話すことないよね、そんなね。そんなしょっちゅうあってもさ。お互いの状況よりけりだけどさ、あんまあと情報が取れないですよね、開幕前にね。あ、うん、そうなんですよ、ね、クローズ感が強いことですよ、コロナもあって。そうそう、だからみんな体気をつけてね、開幕、うん、俺コロナのこの前陰性証明取り行ったらさ2万かかったぞ。あ、そうそうそう、なんか楓田さんのその記事読んでた、うん、高い、僕5500円で済みましたよ。嘘。はい、なんで栃木激安なんですよ。栃木PCR 検査激安なの俺に。え、嘘、本当？激安ですよ。そう、あの、名前言わないですけど。マジか。あ、高野さんありがとう。チャンネル登録しましたって。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、みんなあの、体気をつけてね。とりあえず、あの、現地でお会いしましょう。はいはいはい、またの東京とか大変ですけど。はい。はい。はい、お疲れ様です。じゃあ、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。